横田心臓です。心臓チャンネル、今日のテーマですが、結膜炎に行ってみたいと思います。はい、結膜炎ってのはどういう病気でしょうかね。ピンクアイ、英語ではピンクアイ、ピンクアイですか、目ですね。ピンクアイというのは結膜にできる炎症のことを言うということです。はい、目ですね。慢性化したら結膜炎を慢性結膜炎ということもありますよということで、大体原因は何かというとですね、大きくまあ2つですね、感染性のものとアレルギー性のものと、大きく2つの原因に分けられる結膜に炎症を生じている状態ということで、それが結膜炎ということで。では今日のテーマです。結膜炎です。結膜炎ですけども、結膜ってどこにあるのかということですが、目ですね。結膜とは何か、胸膜と眼瞼の内側を覆う膜ということです。はい、図を貼っときますけどね。それから胸膜っていうのが、まあ、下に書いてますが、胸膜って何なのかということですが、眼球の外壁、外の壁の後方の大部分を形成している。で、前方で角膜につながる白い白色の膜ということです。抗原繊維がでですね、弾性に富むということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、分類ですね。医学界が大好きな分類分けということですが、感染性のものと非感染性のものに2つに大別されると。で、感染性は細菌性のもの、細菌性の結膜炎とウイルス性の結膜炎に分けられると。まあ単純ですね。そういうことと、感染性、非感染性、に分けられる。で、下にはまず最初の細菌性ですね。感染性の結膜炎の細菌性の結膜炎ということで、細菌が原因ということで、感染症ですね。要するに感染症の一つですよと。細菌によって結膜炎を生じるということです。はい。で、まあ、細菌ですから。治療には抗生物質とか使うわけですけども、短期間に治癒はしやすいんですけども、薬剤耐性を持ってるやつがもう出てきてると。リン菌とか肺炎球菌とか、もう抗生物質は効かないやつも報告されてると。それからあとフリクテンってやつですね。小児、子どもに発生する細菌性の抗原、主にブドウ球菌に対する過敏反応の結果に生じるようなものということです。あと他には結核によるものとかですね、クラミジアによるものとか、そんなものがあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、あと次はウイルス性の結膜炎ということで、ウイルスが原因の結膜炎ということです。はい、感染性が強いものとして、以下の3つが有名ですよと。で、リンパ節とかが腫れることがありますよということで、流行性の結膜炎ですね、流行り目というやつです。アデノウイルス8型原因、それから咽頭結膜炎、プール熱、アデノウイルスの3型、それから急性出血性の結膜炎、別名がアポロ病で、エンテロウイルス70、これが原因ということです。で、ウイルスですから倒せる薬はないので、自分の免疫力で、倒すわけですが、同時に細菌感染とかしないようにですね、下のような薬が出されてますけど、基本的にはウイルスに対する抗生物質とか効きませんからね。抗生物質出されても、それは細菌性のものに対して出されてるだけで、ウイルス性の結膜炎の場合は、まあ、自分の免疫力とで治さないといけないということです。はい、次行ってみましょう。
続いては非感染性の結膜炎ということです。はい、ウイルスとか細菌じゃないものということです。はい、まず一つ目はアトピー性の結膜炎ということで、アトピー性皮膚炎が顔にある場合に併発することがありますよと。それからアレルギー性結膜炎と、一応花粉とかダニとかですね言われてると、まあ花粉ですね、言われているやつ、アレルギー性の結膜、まあそれだけじゃないですけどね。それから巨大乳頭結膜炎というやつです。異物が入っている場合、義眼とかですね、手術用の縫合の糸とかコンタクトレンズとかによって、引き起こされるものと、刺激によって引き起こされるもの、異物が入っているからと。それから春季カタル、春から夏の目のかゆみ、要するにこれアレルギー性の結膜炎と、まあ重複しますけどね、まあ重複するようなものですけども、結膜充血をすると、病原体が見当たらないと、ウイルスとか細菌とかがいないと。さあ何が原因かということです。はい、次行ってみましょう。はい、非アレルギー性のものとして異物とかですね、風邪とか煙とか化学物質とかですね、それから大気汚染、強力な紫外線とかですね、そういうようなものでも起こりますよと。それから他に慢性の結膜炎を起こす疾患としてですね、眼瞼外反とか眼瞼内反とかですね、眼瞼炎とか、そういうようなものでも起こりますよということです。はい、次行ってみましょう。続きまして、非アレルギー性の結膜炎、何があるかというと、薬剤性結膜炎というのがあります。はい、医薬品ですよ。はい、点眼剤、目に使えずですね、点眼剤そのものに対する、薬そのものに対するアレルギーで起こる結膜炎、ほとんどの点眼薬、さらに防腐剤、点眼薬そのものもありますし、防腐剤が含まれているわけですね。代表的なものは何かと、塩化ベンザルコニウムと、そういうものが入っているわけですね。点眼剤の防腐目的でですね、入っているということです。で、薬効成分そのものでも起こりますし、こういうような点眼剤の防腐剤でも起こるということです。はい、他にはですね、長期ステロイド点眼薬を使用することによって起こったりするということです。はい、次行ってみましょう。はい、で今言ったやつですね、防腐剤として点眼薬に入れ、点眼薬に入れられていると、塩化ベンザルコニウムということです。陽イオン界面活性剤の一種ですよと、界面活性剤ですよと、これは防腐剤として入れられているということです。はい、まずで、各種点眼薬にですね、防腐剤としてベンザルコニウム化合物が入れられてましてですね、コンタクトレンズに吸着するのでですね、コンタクトレンズ をですね、使用している場合にですね、これ使えないということで、コンタクトレンズにですね、吸着されやすくてですね、そのまま装着したままでいるとですね、点眼液を使うと使用できないということです。コンタクトレンズと点眼、この点眼薬は相性が非常に悪いということで、角膜の上皮障害とかを起こしますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、では医薬添付文書を見ていきますが、最初に言っておきますが、ものすごい数実はあります。はい、結膜炎を起こす薬っていうのはもう数えきれないほどあります。はい、それだけもう言っときますけども、点眼薬全部ですよ。まず点眼薬は全部ということです。はい、一応ガチ、フローという薬です。ガチフロキサシン水和物という薬です。何のジャンルの薬かというと、ニューキノロン系の抗菌薬の点眼剤ということです。はい、では見ていきますが、副作用ですね。もう上の方はずっと飛ばしまして、過敏症のとこですね。何があるか。はい、目ですね。点状角膜炎とか、虹彩炎とかですね。眼瞼炎とかですね。はい、で、その後何があります？結膜炎起こしますよと。で、ただの結膜炎って、書いててもですね、薬剤に対するこの乳キノロンとかの、まあ他の薬も全部ですけどね、薬に対するアレルギーによる結膜炎か、もしくはこの
これら薬に含まれてる、さっき言ったのとはまた違うやつも含まれてますけどね、防腐剤とかそういう添加されてるもののどちらかによって起こると。これ別に、感染症とかじゃないですよ。そういうものではなくて起こってる結膜炎ということです。はい、次行ってみましょう。はい、では医薬添文書2枚目見ていきますが、アトモキセチンという薬です。アトモキセチン塩酸塩という薬です。何じゃの薬かというと、注意血管多動性障害の子供に使う選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬という精神系の薬ということです。麻薬とか覚醒剤と同じものと、こんなものでも起こるのかということですが、結膜炎ですね。はい、その他のところありますかね。はい、ありますかね。賛同とかもありますけどね。はい、後ろの方ですね、結膜炎と、こういう精神系の薬でも起こるということです。はい、次行ってみましょう。はい、では3番目の添付文書を見ます。イバンドロン酸ナトリウムという薬です。何のジャンルの薬かというと、骨粗しょう症の治療剤と、骨粗しょう症の治療剤で結膜炎になるかということですが、はい、目のとこ見ていきましょうかね。副作用、骨粗しょう症ですよの治療剤でブドウ膜炎も出ますよと。目ですね、これも薬で出ますよと。胸膜炎ですね、これも関係するわけですね。胸膜も結膜炎と関係すると。上、胸膜炎も関係すると。で、上の方に書いてますね。結膜炎と。こういうふうに出るということです。はい、次行ってみましょう。はい、4枚目の医薬添付文書を見ます。はい、インドメタシンというやつです。いろんな塗り薬とかに入ってますね。知ってますよね、皆さん。はい、非ステロイド性の消炎鎮痛剤ということです。はい、いろんなものに入ってますよね。まあ、言わなくてもわかると思いますけど。はい、こんなので起こるのか、管轄器の副作用のところですね。はい、結膜炎、起こりますよということです。こういうものでも出るということです。はい、次行ってみましょう。最後ですが、何枚目ですかね、4枚目、5枚目の添付文書を見ます。ドロエチという薬です。ドロスピレノンエチニルエストラジオールというやつです。何のジャンルの薬かというと、月経困難症の治療剤ということですね。月経困難症の治療を使う薬で出るのか。はい、では見ていきますが、目のとこですね、アレルギー性結膜炎と、アレルギー性の結膜炎が出ますよということです。で、さっきずっと見てきた添付文書もただ結膜炎と書いてあってもですね、あれ感染性じゃありませんよ。ウイルスとか細菌ではありませんよ。要するにアレルギー性、薬剤に対するアレルギー、もしくは、添加されている薬剤に添加されている添加物ですねに対するアレルギーによる結膜炎ということで、こういうふうにアレルギー性結膜炎出ますよとはっきり書いてくれているものもあるということです。はい、最後ですが、今回はですね、結膜炎、目の病気ですねについてお送りしましたがですね、一つはウイルスとか細菌性の結膜炎、ウイルス性の結膜炎が一つ、これはもう感染症ということです。そしてもう一つ何があるかと、大きく薬剤がたくさんあると、ものすごい数の薬剤がですね、結膜炎およびアレルギー性結膜炎、周期カタログも書いているものもありますしですね、いろんなもの、結膜炎を起こすということです。いつも言っていますが、医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬が犯人かもしれないと頭に置いておくことが大切です。はい、最後ですが、今回は結膜炎についてお送りしました。ありがとうございました。